ピアノ・ソナタ第24番 A、蝶々作品78は、ルート・ビヒバン・ベートーベンが1809年に作曲したピアノ・ソナタ。ルドルフ・大公の目録によれば、この作品のシャフが大公のものに届けられたのは1809年10月であったらしい。当時は旺盛な創作活動を続けていたベートーベンであったが、ピアノ・ソナタの分野では、前作、 熱情ソナタ以来すでに4年が経過していた。1809年のナポレオン軍の進行は、ルドルフ大公がウィームを離れるという事態を招き、この出来事に絡んで作曲された、国別ソナタによってベートーベンはこのジャンルに舞い戻る。そうした中、同時期に書かれたより、規模の小さい本作が先に完成されて、世に出されることとなった。 楽譜は1810年9月にブライトコップフーンとヘルテルから出版され、白尺令城、テレーゼ本、ブルンスビックに捧げられた。そのため本作はテレーゼと通称されることもある。ベートーベンはブルンスビック家と親密な関係であり、ピアノの教え子でもあったテレーゼから送られた彼女の肖像画を生涯大切にしていた。なお、彼女はエリーゼのために、 の、エリーゼの正体として有力視されている手、レーゼ・マルファッティとは別人である。アントン・シンドラーによれば、作曲者自身はこの作品に強い愛着を抱いていたということである。約10分。ソナタ形式。ハイドンの作品などに前例があるとはいえ、古典派音楽としては、非常に珍しい調整が選択されている。曲は4小節の優美な導入に始まる。この助奏は、 学章中に現れる要素を予言するものであるが、曲中に再度現れることはない。フレイ1続いてアレグロマノントロッポの主部となり、フレイ2の第1主題が提示される。フレイ216分音符による計画を経て、第2主題が A 派長調で出される。第2主題は右手に始まる16分音符の流れに受け継がれ、その音形が左手に引き渡されて、血区を形成する。 フレーサンテージ部を反復した後、こじんまりとした展開部となる。まず第一主題が A 単調で出された後、16部音符の流れとこの主題冒頭のリズム素材が組み合わされて進められる。再現部では第一主題がやや拡大された形で再現され、続いて第二主題が A、長調に現れる。 コーダでは16部音符の流れの上にフレーニを回送しながら音量を増していく。なお、展開部と再現部を反復するよう指示されている。そなた形式とロンド形式を融合した形式とみなすことができる。ユーモラスな性格を持ちながらも繊細な感覚で貫かれている。強弱が交代する第一主題に始まる。フレーニン続いて2音ずつスラーで結ばれた16部音符が 上昇するパッセージが現れる。フレー5フレー4、フレー5が繰り返された後、フレー5の音恵から生成された第二主題に相当する学奏が a 二町長でそうされる。フレー6再び16部音符のパッセージとなって進められると、フレー4がロ町長で、フレー6が a 英町長で順次再現される。終わり近くに a 英町長でフレー4が出されるが、 この際フレーズ後半にはスラーが付されて、趣に変化が与えられている。フレー4に基づくコーダとなり弱音に落ち着いていくが、上昇するアルペッチョが挿入された後、16分音符による音形に乗って勢いよく全曲の幕を閉じる。ありがとうございます。